最近ちょっと見かけたら絶対買っちゃいます。今日の髪型好きです。ありがとうございます。料理が得意なんですか？得意です。もうすごく得意です。はい某数字がつくやつの、あ、そうです、そうです。これ美味しそうじゃない？見えますか？きな粉きな粉を、なんか大きく入ってるんですけど、大きく入ってるけど、なんかスプーンとかで言ったらもうめっちゃすぐ切れるぐらいもちもちなやつです。いただきます。うん、うまっ。今日買おうかな。マジで買ってみてください。冷えとる？冷えてますよ。さっき冷蔵庫でやってたんで。そう、もちもちいいって、もっちゃディズニー、うわ、いいな。いただきます。これは黒蜜のやつじゃないです。あのきな粉のやつです。そう、生誕まだ発表されてないですね。いつやろう、ジョンも分からへんから、もうドキドキですね。当日か当日じゃないかっていう。どっちも土日なんでもし2か3やったら。うん、ふん、暑すぎて無理。絶対な、絶対暑いやろな。じいちゃん、じいちゃんです。久しぶりですね。ジオカツ、ジオカツしてください。ショップにある生誕ボードにメッセージ書いてありがとうございます。嬉しい。面接終わりでジオンが配信してくれ、噛みすぎて泣いた。グッドタイミングですね。タイミング逃さないよ。次でおいくつになるの？16歳です。16歳。 TikToker なんで？さすがやね、 TikToker 熱くてもいっちゃうからね。岡山ゲリラ豪雨、え、やば、岡山雨なんや。若い？そんなことないですよ。配信慣れたから元気出る、よかった。なんたらなんたらねえ好きって言ってよ。歌詞分かってないじゃないですか。そのやつ作りましたか？ちょっと名前分からへん、その歌の。フーアの TikTok、 どの TikTok ですか？もっちゃんもフーアちゃんもどっちもナストーからで、画角が一緒すぎてどっちの何の曲かが分からへん。何の曲や？久しぶりにショールーム見に来れた、ありがとう、来てくれて。ヒゲのやつか、分かった。ちょっとトゥン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 トゥルチュチュルチュチュみたいなやつですよね。2007のネックレス今つけてないですよ。最近つけてない、恥ずかしい。前髪切ったもん。切ってないです。ハッシュタグのセンスやばい。大切な人いてますのやつですか？マジでおもろい。ほんまにおもろかった。ショールームインストールしてない。待って、ショールームあれしてたんですか？ダメじゃないですか。何の粉食べてるの？あれ
きなこ、何の粉、うん、ちょっと大喜利やろうと思ったけど、でも出てこんかった。ところでこんな時間に配信で珍しいんだね。普通に暇でした暇でした。ジュンのツイート見て飛んできた、最高ありがとうございます。大切な人いてますわ、死ぬほんまにおもろい。ちっちゃん肩たたき、肩たたき、肩たたき、肩シャメ会&肩たたき会みたいなやつぜひ来てくださいキャンプの髪キッズダンサーすぎて画面よしよしマジでキッズダンサーすぎたあれはほんまにおもろいけど意外と好評やったのでまたします、いつか今なら東京遠すぎ、行くだけでもうすぐ帰らなあかん。お仕事中に見ております。わあ、ありがとうございます。イベントの服装、あ、決まりましたよ。決まったけど部数がさ、部が分からへんから、服は決まったんですよ、全部決まったけど、部が分からんすぎてどうしようって感じ。前と同じなんやったら分かるんですけど、その同じとは限らないじゃないじゃないですかじゃないじゃないじゃないですか。そう、肩たたきは、そう、肩たたきは衣装ですよ。あれ、握手会とオンラインお話し会ですね。肩たたきの免許、あ、もう肩たたきの試験みたいなやつ、もう2級そんなんあるんかな、ほんまに。肩たたき。案外低い。あれ？どっちの方が高いんですか？数字が大きい方が高い？低い方が高い？15級とかやったらめっちゃ高いってこと？どういうこと？ちょっとわかんない。ユミさんハートありがとう。なあちゃん、ユミだるまありがとう。だるまさんが転んだ。こばりさんハートありがとう。肩たたき髪の毛サラサラです。シャンプーはウルリスです。数字が低い方が、数字が小さい方がレベル高いですよね。じゃあ2級で合ってますよ。シャメ会って肩たたかれるってことを取られてるの、分からへん。絶対違うくない？それはシャメ会はシャメ会で、その後に肩たたきってことちゃう？分からへんけど、ジオン肩たたきしてるとこ取られるはもう全員同じあれすぎてさ、全部同じになっちゃうくない？2回以上来てくださる方とかなら、それはないでしょう。なんちゃらやからZ なんちゃらやから肩たたきどつかりそうで怖い。おいどつかないですよ面白かいってこと？死ぬ家族写真、死ぬって、記念写真みたいな、初めて肩たたいてくれた日みたいな撮った後に肩叩かれるの、じゃない？分からへん。ジョンも分かんないんです、やったことないから。アミタンとかリアル親孝行やん、死ぬって若いですもんね。若いなほんまに
ちょっと恥ずかしいからもうやめてよ。来てくださいね。この間の写メ会みたいな板、間の板はなさそうかな。けど肩叩きするってことはないってことじゃない？なさそうやけどな。しおりさんハートありがとう。そっかね、ジュンと写メ撮りたいから行くわ。待ってますね。写メ撮ってすぐ肩叩きやと大変よ。確かに前回の時めっちゃもう早く早くっていうあれやったんでね。ニート来たら、あなたはニートなんだ、肩疲れてないでしょって言うんですか？言わないですよ。あのフリってことで OK ですか？今休憩入った。あ、お疲れ様です。沖縄の友達と一緒に握手会行くよ。あ、そうなんですか。待ってますね。沖縄の友達と沖縄から行くよ。待ってます。前回猛ダッシュで写真撮った記憶あるね。めっちゃ早かった。初見です、ありがとうございます。嬉しいです、めっちゃ。ランディさん、お花と真珠ありがとう。いや、ほんまに配信で肩叩き何も聞かされてないから質問しないでって言ってた。ほんまにそう。ほんまに肩じゃなく腰を叩くオプションありますかね。腰痛めてますか？ジオンが直してあげましょう。私はニートではないので、ジオンに肩叩きしてもらったら長年の肩こり治ります。ジオンの肩は叩けないの？いや、めっちゃ強くされてまキャそうですね、当日なんかな、わかんないです。いつ完成になるかわからないけど、ちっちゃいオリジナルグッズ作ろうかな。わあ、そんなんできちゃうんですか？嬉しい、楽しみに待ってますね。最低最低最低じゃないですよ。昨日お手紙なんちゃらした、ありがとうございます。肩叩きしてあのするんで、ぜひじゃあ肩叩き会に来てください。待ってます、沖縄から。この前髪上げたらこうやって出てくるのがめっちゃムカつく。これどうやったらいいの？肩凝らせないでな、あの無理やり肩凝らなくても大丈夫ですよ。肩叩かれやすいように髪型考えてくね。お願いします、ぜひ。ちっちゃいと沖縄の人と会ったことあるけど、あると思いますよ、ありますよ。そこだけ根元から切っちゃやっばい。いや、もういけたからもう切らない。切るわけない。ちっちゃん、今日のちっちゃんの髪型沖縄っぽい。どんなあれですか。土曜日の昼公演行く。わあ、待ってますね、嬉しいです、ありがとうございます、お待ちしてます。前の写メ話す今もなかったから肩叩きあれの想像できへんね。どんなんなんやろう、わかんない。ジオンも肩叩かれて痛かったら怒るよ、やばい。もうめっちゃ、もう握力1ぐらいでいこう。まこちは握力40で肩こり直しますって言ってた。うわ、やば、素晴らしいじゃん。けどじゃあほんまに握力右が11で左が9とかなんですよ、結構ガチで。だから痛くないと思いますよ。痛くないと思います、本当に。
いやけど肩叩きってさ握力関係なくない？普通に思ったけど。昔マッサージ屋さんで当たった人がクマみたいおじさんで強すぎて肩叩き苦手になりました。やばい、トラウマなってるじゃないですか、マッサージ屋さんで。じゃあそのトラウマを解消なんて言うんですか、しましょう。福ちゃんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。ありがとう。楽しみすぎるから明日起きたら肩叩きか。ちょっと楽しみにしてるやん、嬉しい。来てくださいね。じゃあ高級キャンプアーカイブ見ているけど、ちっちゃな髪型また見てみたいな。またいつかしますね。9、そう9、やばくない？赤ちゃん歌結構ガチですよ。やばくないですか？もう最近じゃないから、あの今あったら分からへん、変わってるかもしれんけど、中学とかそれぐらいの時でそれやったんで。やばい、ほんまに。やばい、また出てきた。根元から切らなあかんくなっても。じゃあお仕事戻ります。またいつか会える時に待ってますね。頑張ってね、お仕事。よくマイク持っててるね、確かに。やばい、強ければ強いほどオタク喜びそうなのもろい。じゃあ弱くてごめん、みんな弱いから喜べないって、悲しい。肩凝ってるわ、直しちゃいます、その肩凝り。握力集中、アイドル用の数字や。やばい、ほんまになんかね、やばいですよね。おもろ。ペットボトル、そうペットボトル最近あのほんまに開けれる時は開けれるんですけど、マジ最近開けれなさすぎて、あのほんまに開けれへん時に、たまたまよく雪乃がいるんですけど、まあ、あのかよわいぶらないでいいですってめっちゃ怒られるんですよ。それでキャンプの時もあの開けれへんくて、ちょっと誰か開けてって言って、みんな秒で開けるんですよ。すごいなと思います。ほんまにおもろい。中学バスケ部、あの本当に一瞬なんで、バスケ部とは言えないです。言えへんけど名乗ってます、もっとバスケ部。だけどほんまに多分そのままちゃんとバスケ部にやってたら多分上手くなってたと思うんです。先生、あの顧問の先生みたいないるじゃないですか、その人にも言われたし、あの一緒にバスケ部入ってた仲いい子にも言われました。違うと、初めて会うの楽しみ。初めてじゃないやろ。なあちゃん真珠ありがとう。超イケモチツーさん可愛い、ありがとうございます。ありがとう。怒られるの、そう怒られる。爪長いんですよ、早く行かないとダメなんですけど、まあ、行く時間とその予定が合わなくて、その空いてる時間、お店が。そうだからほんまにやばいんですよ。でもう人差し指折れたし。そうなんです、いきなり怒られるの。かわいい、かわいいじゃないです。おもろすぎ、面白くない。バスケ部ネタほんま好き、やめて、ほんまにやめてください。ダンディーさんレインボースターありがとうございます。だから背高いんやね。そんな背高くもないんですけどね。ジャンプ力も多分ない。あ、けどあります、あります。キラムシで一番飛びました、あります。いや、あのジャンプ力っていうか、あのただ単に飛ぼうって思ってるだけなんで、別にジャンプ力あるかどうかはあれじゃないんですけど。握手会前までに、さすがに10月とかですよね、多分そこまで伸びきってたら、多分今ここなんですけど、多分この辺まで行ってる。やばい、それな、缶開けられへんで、これ今。頑張って開けてるけど。充電2パ、絶対充電して。ずっとやってて、あの切れますよ、充電。
充電切れるって。お疲れ様です、お疲れ様です。美味しい、マジでマジでみんな食べた方がいい。これはでも逆光すぎてどうしよう、逆光やな、さすがにそんなには伸びんやろ、マジレスされたギリギリでいつも生きていたいから、ちょっとなんか嫌そうかっこつけて言わないでください指怪我してる、誰が、大丈夫ですか、怪我してるんですか、何で怪我したんですか。絆創膏を持って行くんで、ドア開けて待っててください仕事中やんか、仕事中ですか、お疲れ様です、ありがとう仕事中に。あ、ミッチーさんアロハありがとう。いつの間にか食べ終わってたら、食べ終わってないですよまだ。ナンバラエティ公演出ないの、出たいです、めっちゃ出たいけどまだあれですね。そう、あ、ジオンが怪我し、あ、そういうこと、あ、ジオンは怪我っていうか、あの爪が取れて、そう取れて、あのそうなんです、ちょっと痛いので爪割れちゃう肩開けて待ってるから叩きに来なよ来なよ、ちょっと上からなのに来てくださいでしょ夏飽きました、秋いつですか、え、ジオの誕生日の頃には秋ですよ。秋の楽しみは誕生日、あのお祝い待ってます皆さん。お腹いっぱいになったらもらいに行くわ、あのお腹いっぱいになることないと思うんで大丈夫ですでは働くぜベイベー、頑張ってねベイベーちょっとめっちゃ雨降ってきた、やば、マジ、ジオンは多分雨降ってないですね、雨降ってないと思います。そう、爪取れたんです、ドットコム、どういうこと、どういうこと、なんか笑ってるし、今日も超面白い、何がバスケどこのポジションやってたの、やばい、そのポジションっていうまでも行かずに、はい、やめました最初のほんまに1年の頃の入りたてとかやったんで、あの NMB 入ってやめたんですよ。そうだからマジで一瞬でしたね、一瞬やったから、あの練習試合とかも出てたんですけど、あの本当に全然でしたね、はい今日の N 公演サプライズ出演しておくれ、どういうこと、待ってるじゃないですかジオンのこと、それは違いますかそう、ポジションが決まる前、そうですね多分、うん、ポジションが決まるってか、あの一応試合出たこと、あ、練習試合ですよ、あの1年だけとかの、1年だけの練習試合とかですね、あとは応援とかには行ってたんですけどね、3年とか2年の3年生の3年生がめっちゃ好きやったんですよ、あのそうめっちゃかっこよくてすごいなと思って、そうなんです、めっちゃ決めてて、ジオの学校の先輩、ヨワスの先輩がめっちゃ強くてすごいなって思って、マジで楽しかったです、応援楽しかった、もうめっちゃ声出して頑張れーって、なんかその歌みたいなあれじゃないですか、歌っていうかリズムに乗って言うやつとか、名前まるまるみたいな、なんちゃらなんちゃらまるまるみたいなまああるんですよ、そうだから、そう、それでね言っててガチで応援ガチ勢でした。そうだからね、そうなりたかったけどなれませんでした気づいたら行ってなかったです、行ってなかったっていうか行けへんかった。大会は出てないんですけどね、そう1年でも
バッシュは買ってましたね、買ってました。三手三手みたいなまあそんな感じですね。はい、そんな感じってことで。イートーマキマキ歌ってた。マジですか。やっぱ学校とかその地域とかによって全然違いますね。わー、バレちゃうバレちゃうバレてるかもやけど、今なに部活の顧問が夢に出てくるのやば、めっちゃめっちゃなんか覚えてるあれじゃないですか、すごバスケの話、そうバスケ、ワールドカップもうバスケ、スポーツで一番バスケが見ますね。野球とかも見るんですけど、やけどあのどっちかといえば野球の方がまだギリルールは分かるバスケルール難しいあんまじをよく分かってないんですよねそう、バスケットボール10も持ってますよ。卓球はあのやってないです全然、けど学校でやってました。たまたまタイミングがよく卓球やってて、そう学校の体育の授業で、そうなんです。だからそれでやってたら結構この前うまくいきました。嬉しい。高校野球、高校野球見に行ったことあります。と家でもなんか野球かかってたりするんで、そうおばあちゃん家とか行ってもなんかみんな見てるから。あとじゃあ相撲見ますよ、相撲めっちゃ見るんですよね。シャインマスカットおめえありがとう。サッカーはあんまりですか。サッカーはね全然わかんないですね、ルール。卓球ナンバーワンかっけーかっけー、さすがですね。ジョンが相撲見てるのおもろい。相撲ルールわかりますよおもろいですか。おもろくないですな、もうすでにそうですね、確かにおもろ。じゃあ見ますから、あのよくあのその会場みたいなあるんですよ。でママも結構見てて、あのママあのほぼ家族全員見てるんですよ、おばあちゃんたちも全員。だからあのなんか一回相撲のやつチケットみたいなあってママが誘ってくれたけど行かなかったです、行けなかったんです、その時なんかかぶって、そうそうけどかぶってなかったら行ってましたね、見てみたい。確かに勝敗が早い、確かに確かに。雨降ってきた、なんでみんな雨降ってんの。そんなジオンのところは雨降ってないですよ多分。相撲の授業すげえ名前出た、交換交換タイプのやつ甲子園見てた、遅れた。甲子園今やってるんですね、なるほど。いつまでなんですか、結構あれですね。ちょっとみんなと喋ってたらあのわらび餅冷たくなくなってきたんですけどどうしよう。うん、ふん、うん、この前マスカットをもらって、あのあれなんです、マスカットもらってシャインマスカットをね、であの紹介する時あったじゃないですか、あのバーベキューの時に、あの時ジオンって呼ばれてあの走って行ったんですよ。だからもう前髪パッカーンすぎてめっちゃ恥ずかしいんですよね。
ほんまに恥ずかしい。言ってくださいよ皆さん写真を見て気づきました。そう、4時になったら終わりますね。お話し会、相撲の着ぐるみやばいあの大きいやつあるじゃないですか、あの空気みたいなこんなやつ、あれ着ようかな握手会で出かけるとか出かけないですね、特に出かけないのでめっちゃすっぴんです。眉毛しか描いてない。マジ最近暇すぎてどうしようって感じなんですよね。マジで可愛い、元気出てありがとう。じゃあまたねじゃあまたね、ありがとう。まだ終わらへんけどな、なんで終わろうとしてるんですか鉄拳 B2 なかなか行けてなくてごめんね、早く来てください、待ってます今なら一生してくれてていいよ。充電、ジオンの充電がなくなってます。あと携帯が熱くなってきたんです。4時からミーティングだとか終わる時間ないです。あ、グッズタイミングですね。めっちゃなんかさ、ぼやけてない？あ、治った。宿題終わりましたよ。相撲大会やばい、相撲大会やっても負けるって絶対握力、握力9と11で頑張って。だから手押し相撲とかあるじゃないですか、あれも大体負けるんですよね、ほんまに負けてまう。バナナホールってどこですか？沖縄ですか？やっさんお花ありがとう、すっぴんでも可愛いな、ありがとうございます。今日はカラコンも何もしてないんでね、全然ほんまに暇です。眉毛しかしてない、眉毛だけはちゃんとおでこ上げたから握力どのぐらい欲しい、どのぐらい、どのぐらいって何、もうちょっとお強かったらいいなぐらいです眉毛困ってるね、困ってますフ第一国やわけど来てくれてありがとうございます。あと10分20分あと10分ぐらいで終わるんですけどね困ってますかこれ、はなんか片方ずつ上げるのあるじゃないですか、片方上げて、あれめっちゃね昔ねやろうと頑張ってたんですけどちょっとできないんですよ難くないですかえ、そう今日のみゆちゃんのツイッター、そうですよ、カメラマンジオンのやつです。ジオンのカメラマン、ジオンがカメラマンしたやつなので皆さん見てくださいね。みゆちゃん、今日のみゆちゃん可愛いなと思ったらジオンがカメラマンやからそう思ってください。そうなんです、よく気づきましたね。26の夜公演当たってるけど間に合う時間の飛行機が取れない、マジですか、なんでやろうと頑張ったんやね、思います。何してるんですか、眉毛を動かそうとするんです意味分からへん眉毛片方ずつ動かせるとか、あのたまに耳ピクピクできる人とかいるじゃないですか、できないんですよね、他のとこが動いちゃう耳動かせる人って何なんどうやって動かしてんの、
よく特技で耳を動かせますとかやってる人いるじゃないですか。あれすごいなって、ほんまにすごいなって思うんです。耳ピクピクできる、どこをどう使ってどうやってるんですか。マジで動かれ、耳ってどこからどうつながってるんやろ。どこを動かしたら、どこに力入れたら、ちょっとよくわかんないんです。黙ります。まぶた閉じれるで、どういうこと。まぶた閉じれた、え、こういうことじゃないの。耳に力入れてるだけ。耳に力って入れられへんくない。こめかみ、むずいって、力入らへん。それでもいつなんかやってました。もう4時で終わるのでもうすぐなんですけどね。耳動いたら飛べるやろ。耳動いたら飛べるかも。飛びたいから耳動かせるように頑張る。わらび餅大丈夫。大丈夫ないですね。キャンプのリレー映ってなかったくない。それ他の人にも言われました、ファンの方で。そう、悲しいけどジオンはあの走り方いじられたのでけど、あ、見られてなくてよかったって思いました。ほんまにジオン走るのが一番苦手なんですよ。走られへん。よし、靴脱げそうやったし。4時に終わると良くないこと起きるらしいで、あの TikTok でよくある、あのこれを24時間以内に投稿しないと悪いこと起きるらしいみたいな、そんな感じのやつじゃないですか。タルちゃんハートありがとう。見たかったな。見た、なーに、バカにしようとしてるんですか。アヘヨンが遅すぎたから、確かに。あそこの流れもうジオンも合わせてめっちゃ遅かったですよ。そう、平均16歳女子握力の平均 26.3。 待ってよ、そんなんやばいって。どうしよう、悲しくなってきた。だって握力 26.3、腕ちぎれるって。大丈夫なん、その握力あって。握力測るときちゃんと10割出してる、ほんまに。でめっちゃ力入れてやってるんですよ。でなんか声出したらなんかめっちゃいくとか、あのよくあるじゃないですか。それでうわーってやったりとかもしたんですよ。で体育館にひび割ったってちょっと恥ずかしかったんですけど。そうやったんですよ、うわーみたいな。そう、みんなでやろうって話でみんなでやったんですよ。無理でした。それでもそれぐらいですよ。やばくない ?11 とか、あ、けど最高13とかやったかな。13とかやった気がする。だからけど19とか行きたかったもん。めっちゃみんな19以上は行ってて、20とか行けてる人は行ってて、もうすごーって思って。実は30ぐらいに成長してる。確かにな、そうかもしれない。ペットボトルとかさ、これでだってこれをさ、もし潰すってなったらさ、握力何本ぐらいで潰せるんやろ。これぐらいなら、いや、ペットボトルはだって軽いもんな。そりゃあね、いけますよね。カンカンとか、全力の顔どんなんだろう、どんなんだろう。声出して低いのははず、ほんまにそう。みんなで見せ合うじゃないですか。せーの、バン、13、みたいな。そうなんです。確かに硬いのと柔らかいのね、カンね、カンカンな、カン全然買わないんですよね。てかあんま見えひんくない。自販機でたまにカルピスソーダめっちゃでかいやつ売ってあるとか、そういうのしか見ない。あんま買わないんですよ。最近買ったのやったらあれやな、じゃあリハ期間によくドデカミンのやつとか買ってました。デカビタ、ちょっとどっちかわかんないけど。そう、
ジオンね、あの握力も弱いし、その力がなさすぎて、あのジオンあれやりたいなと思うんです。ゲーセンとかゲームセンターとかでよくあるあのパンチのやつあるじゃないですか。棒が立ってそれをバーンってやって、なんどれぐらいの強さやったかみたいな、あれめっちゃやってみたいなと思うんですけど、恥ずかしくてできない弱すぎて。そうめっちゃやってみたいんですよ。だからもし やるってなってやった時はあのルームスで動画載せますフ女子がペットボトル開けてって言ってくるの可愛いけどな。それをあの雪乃とかにやるんです。ちょっと開けてくれへんって、何かわいこぶってるんですかってかわいアピールしないでくださいってめっちゃ言われるあれかわいくないかなケミシー、そう、うん、機械によって。そうなんや、ルーム入ってないんだが、あれこの機械、これを機にぜひどうですかぜひぜひ。お腹すいた、めっちゃ。いきなり話変わるけど、けんちゃんハートありがとう。雪の岬との絡み好き。ジオンがいじられるってことですか？全然ですよわらび餅まだ食べきってないですよ。やば、4時になってまということで、皆さんランキング読んでいきたいと思います。13位ゴジラ777さんありがとうございます。12位ディナさんありがとうございます。11位池おもちさんありがとうございます。10位ユミちゃん、ユミさんありがとうございます。9位つかさんありがとうございます。8位おぎおぎさんありがとうございます。7位ルパンありがとうございます。髪の毛が6位あゆ太郎ありがとうございます。5位こばりさんありがとうございます。4位かるちゃんありがとうございます。3位やさんありがとうございます。2位ふくちゃんありがとうございます。そして第1位はじゃか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 じゃん、ランディさんありがとうございます。ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。いきなりだったんですけど、1000人以上の方も来てくださって嬉しいです。ということで、あのこの後も暇なので、多分あの多分っていうか絶対カジュパをやってます。最近よくカジュパやってますよ。あの麻雀とババ抜きね、どっちもあの順番にやったり、ババ抜きババ抜き麻雀ババ抜きバージャンみたいな、なんか変なねあれでもやってるので、はい、ぜひあのカジュパでお会いしましょうバイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ。